Hey yo! ケンツメッシュです。今日はですね、先日告知しましたね、まだ見てない方見てほしいんですけども、クラロワ紅白戦2021というものを、新年明けましたね、2021年1月9日の、夜ね、7時からですね、まあ大体2時間半ほどかな、このケンツメッシュチャンネルにて、やらせていただくことを、前回ね発表させていただきました。今回ですね、それの出場メンバー、白組、はい、白組のね、団長を務めますケンツメッシュと申します。はい、よろしくお願いします。それでこの白組のメンバー発表するんだけど、赤組のメンバーは概要欄にね、あの赤組団長のラットが紹介していくと思うので、ぜひ見てください。ちょ、余談なんですけど、引っ越しをしたって話をしてたんですけど、ここがね俺の配信部屋となります。で、今ねモニターとかあったりしていろいろ準備してるんだけど、あの電気がさ、この配信部屋のやつだけ買ってなくて、そうだからちょっと今ねこうライトで照らして変な感じになってくるんですけども、はい、申し訳ございません。ちゅうわけで早速、白組のねこの猛者たちを紹介しようと思います。まずは1人目、エンジェルオブダークネス、ハネハネということでね、ハネハネさんです。まあ、ハネハネさんといえばね、キョスケとロイジャイとか、まあ、この自作デッキを使ってね、まあ、巨大スケルトン使ってなんか5万回とか言ってたような気がするんで、そんなね彼をね、まあその白組で、一緒に戦ってくれるといったところでね、まあ、彼の戦術といえば、まあ、巨大スケルトンの爆弾でこうね跳ね跳ねシステムというものがあるんですけども、あの巨スケの爆弾で相手のカウンター阻止するってね、もうその戦術まさに派手派手だっていう感じでね、はい、まずは跳ね跳ねといったところです。続いて2人目、東西南北僕たっしゃん、各上僕滅、俺剣詰めし、完全敗北、君ラット。あ、ということで、はい、北っしゃんでございます。まあ、北っしゃんといえばね、プロなる前はトロフィー4000ぐらいから、1年でねトロフィー、いくつだっけ、なんかめちゃ2000ぐらい上げて、プロになってからデッキ幅も増えて、もう 2v2 も 1v1 もいけるといったところでね、女性ファンも非常に多いプレイヤーとなっております。先日ね、まあ僕にこうお世話になりましたといったところでね、サプライズのねプレゼントをくれるなどをして、すごくいい子でございます。そのね北ちゃんも我が白組で戦っていきます。続いて3人目、アマチュア最強と名高いこちらの男、先日8000最強決定戦第2回で、プロがねたくさんいる中で優勝してた超実力派、パンドラということでね、パンドラでございます。まあ、パンドラは本当にねいろんなデッキ使えますね。もともと昔はね枯渇デッキをすごく使ったんですけども、今はもうね本当に幅広いデッキなので、優秀なね、優秀なというかもう白組のねこう超アタッカーとしてね、はい、やっていこうと思います。さあ続いて4人目です。4人目、デデステステデンデデステステデンジャジャジャックです。ということでジャックでございます。まあ、ジャックといえば日本初世界一位フィニッシャープレイヤーですからね。まあ、2.6 ホグというね、平均コストが 2.6 っていう、まあ、高回転方向を使って、アマチュア時代もプロ時代も無双した選手でございます。まあね、海外からの知名度も高くて、ジャックがね、スケルトンとアイスピを出したらもう会場はスタンディングオペレーションになっちゃうほど、ジャックのね、プレーは、みんなを魅了しますと。まあ、そんなジャックもね、はい、この白組で戦っていきます。5人目はですね、ヘイヨー、ケンツメッシュです。はい、ちゅうことでね、まあ、ケンツメッシュといえば、ゴーレムから始まり、最近ではゴブジャイと言われ、でも見た目はゴーレムだよねと言われ、野球部みたいだと言われ、坊主にしたのなんでですかと言われ、いろんなことをね、あんま言われてる俺なんですけども、まあもちろんね、持ち前の今までのね、こう気抜けてきた部分のね、こう、ハートで勝負していきたいと思います。続いて6人目。もうね、世界一位、3人いるんですけど、日本人で。日本人の中で、世界一位になったことある人が3人いるんですけど、そのうちの、ね、さっきジャックを言ったんですけど、もう一人。はじめ選手でございます。まあね、はじめ選手、クロスボウをね、すごいこう、武器として戦ってきたんですけども、まあ本当に世界大会では、モサ相手に、優勝チーム相手に、3人抜きをしたりだったりとか、まあクロスボウが下方されても、まあ、はじめを下方しないとどうしようもないといった部分ではね、こう、
もう今こう勢いグイグイ来てますから、まだこのね白組としてももうみんな強い、みんな強いわマジで。はい、可愛いですね、俺の弟みたいな感じなんで、はい、可愛いです。はい、話に聞くとね、なんか弟って呼ばれるのどうなん、どう思ってるって言ったら、いや嫌じゃないですね、なんかむしろ嬉しいですって言ったんですけど、それが本当かどうかはね深く聞かないでおこうと思いますね、お互いのために。はい、続いて7人目、初手やりぽんよこせで有名なバンみかんボーヤー。みかんさんはですね、ケンツメ氏の師匠2人のうちの1人なんですよ。みかんぼや先生、みかんぼや大先生、もう一人はね、イサポロン先生なんですけども、みかんさんはね、昔からもクララのトップを走り続けてですね、高回転デッキを作ったりとか、もういろんなね、こう、まあ、革命というか、もうすべてのこう元を作った、クララワという、こうね、ものを作り上げた、間違いない、はい、クララワ界のレジェンドでございます。そんなみかんさんもね、この剣詰め師と手を合わせてね、一緒にこう赤組をね芝居でいきましょうといったところでね、いや楽しみだな、このなんかみんなでやる感じがすごい楽しみですね。続いて8人目、おやっすーです。はい、これね結構ねみんなびっくりじゃないですか。そうですね、おやっすーといえば世界3位と、世界4位と世界6位を取ったことがあるっていう日本人のプレイヤーで、まあ、アマチュアのプレイヤーなんですけども、もうめちゃめちゃうまいですね。で、ホグライダーとかが特にうまくて 2.6 ホグとか。で、海外でめっちゃ人気ですね。YouTube とかも声出ししなくて、プレイとかを載せても海外の人からこうすごい応援されてるっていう、海外のファンが多分日本で一番多いと思います。YouTube チャンネルがやってる上で。なので、そういった部分でね、おやっす、はい、今回ね、白組で。もうね、結構もう本当にもう猛者だらけですよね。そういった感じで赤組にね絶対ね勝ちたいと思うし、俺もラットにね負けたくないなと思ってます。そして今8人まで紹介したんですけど、白組はねなんとね合計10名ですね。赤組はね実は9名なんですよね。またその9名見てほしいんですけども、あとね2人はねなんと今日は内緒でございまーす。今後ね、またツイッターだったりとか動画だったりとかで、ね、解禁されたけども、とっておきの秘策をね、2名、用意しておりますので、ぜひ皆さんも誰かな、誰かな、なんてね、予想しながらも楽しみに待っていてください。というわけで、まずはね、赤組の方見てください。概要欄に、載せると、どうしてもネタバレになっちゃうかなと思ったので、最初のあれの部分で。まあ、聞いていく中でドキドキしてくれたらよかったなと思ったので、この後ね、皆さん、よかったらそれぞれが、こう、ぜひね、応援しに行ってくれると嬉しいかなと思ってます。ということで、そんなクララ紅白戦なんですけども、今後もね、また対戦組み合わせだったり、どういうあれでやったりとかっていうのも、また発表していくので、ぜひ皆さん、クララ紅白戦ってものをね、こう楽しみに、待っていてくれたらなと思います。今回はね、本当にこう、ケンツメ氏、白組、そしてラッター赤組のね、やる中で、もう本当に多くの方が、協力してくださって、もうめちゃくちゃ面白そう。めちゃくちゃ面白い。もう、クラブはガチだし、面白さもありで、すごいね、いいイベントになること間違いなしなので、ぜひよかったら、皆さんも見に行ってください。ということで、皆さん赤組の方も見に行ってください。では、お疲れ様でした。